皆さんこんにちは、葵です。はーい、おはようございます。今日も Get Ready With Me を撮っていこうと思いまーす。のでよかったら一緒に準備してみてください。はい、まあ別にいつも通りな日常の準備って感じなんですけど、メイクして髪の毛していきたいと思います。ちょっと髪の毛をまとめます。髪の毛の色がね、だいぶ抜けてきて、結構暗く染めてたんですけど、茶色くなってきた。もう分からんかな、動画じゃ。結構光に当たると茶色くなってきました。またちょっと染めに行こうかなっていう感じ。でもね、次どうやって染めるか悩んでます。ですね。はい。じゃあ、やっていきます。まずこれ、RMK の UV フェイスプロテクターアドバーストを塗っていきます。今日は天気があんまり良くないっていう風に。お天気予報では書いてた。夕方ぐらいから雨みたいな。なので今は別にカンカン照りに晴れてるっていう感じじゃない。なんか若干めっちゃ暖かい日々が続いてたのに若干寒くなったりしてきて、お天気が読めませんね。昨日はすっごい大雨降ってました。風すごくて。最近なんかそういう日がたまにあるよね。すごいもう土日そんな感じなイメージ。まだ朝で全然顔が起きていないので、メイクをして顔を作って元気にしたいと思います。これね、これだけでトーンアップするからすごいいいんですよ。この辺も首もね、こんな感じでベースできました。で、今日はですね、こちらクレドポーボーテタンフィルイドエクラマットファンデーションオールシーズン用、私のね、色ベージュオークル20ってやつですね。これファンデーションなんですけど、最近これをほんのもう米粒ぐらいちょびっと、こんなぐらいもう見えへんやんっていうぐらい、なんかここにさ、引っかき傷があんねんな。なんか乾燥してた。あ、どうでもいいな。はい。ほんのちょびっと出してですね。これあの、コンシーラーブラシ。これはクレドポなんですけど。で、この目の、この下のここと、鼻の下の赤み。もう年中さ、アレルギーがひどくて鼻をかむから、ずっとこの鼻の赤いのが治りません。皮膚が、あのね、美容師さんじゃない、間違えた、あのね、ヘアメイクさんとか、みんなあの初めましての方とか、私のお肌を触ると言う言葉があって、皮膚が薄いってすごい絶対に言われるから、結構皮膚が薄いみたいで赤くなりそうだねって言われる。あとおでこに今なんかできてるから、はい、こんなをこのファンデーションでコンシーラーのように薄くカバーします。なんかこれめちゃくちゃカバー力が高くて、だから顔全体に塗ってもいいんですけど、なんか最近はまあ別に顔全体にファンデーションは、まあ、塗るとき塗らないときってあるので、こういう普段の日はコンシーラーみたいな感じで気になるところだけカバーしてます。このブラシ優秀で、なじませたら手でポン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 ってしてあげるとなじめます。もうほんまにこれめちゃくちゃ伸びが良くて、ちょっとでほんまにカバーしてくれるから全然減らないし、これだけでもちょっと多かったなっていう感じ。まあ気になる部分だけね、こういう感じで、はい、隠しました。なんかおでこを飲んでないの、これわかりません。いや、おでこの調子があまり良くありません。でもカメラではあまり映らないのでラッキーです。はい、っていう感じでコンシーラーファンデーションみたいな感じでできました。で、唇がびっくりするぐらいに乾燥しているので、こちらのイドラビューティーリップバームを塗ります。シャネルの朝塗ったんですけど、なんかすぐダメだね。昨日の夜塗り忘れてたんですよね。なんかそしたらすっごいバキバキ。寝る前の保湿って大事。
なんですが、はい、一回保湿しておいて、パウダーですね。パウダーはこちら、NARS の、ライトリフティングセッティングパウダープレスト N を使っていきます。まあ、これはお決まりやな。なんかさ、ブラシをさ、いろいろ集めてるんですけど、あ、これはね、まずね。なんかブラシケースというか、なんかそういうの新しくしたくて、今無印の透明なやつ使ってるんですけど、あれすぐ結構ね、汚れちゃったりするから、あれはなんか持ち運び用の、現場とかに持ち運ぶようにして、なんか普通に使うのに、まあブラシケースみたいななんか新しく欲しいなって、Amazon とかなんか楽天とかで見てたんですけど、なんかどっちタイプがいいのか迷って、ブラシが多い人はなんかくるくるってなんかこう巻くようなやつがいいって書いてたりとか、あとなんかこう立てかけるやつ、なんかもう鉛筆立てみたいな感じで立てれるやつとかもあって、どっちがいいんやろうなと思って悩んでます。おすすめありますか？なんかもうちょっとさささっと塗りまして、 OK。で次、眉毛ですね。でこちらはですね、エトボスのアッシュブラウンのペンシルで描いていきます。まあいつも通り、お腹すいたな。昨日ね、夜ご飯という夜ご飯をちゃんと食べていなくって、昨日休みやったんですよ。で家でもう大雨だったの、引きこもってて、なんかこうちょっとパソコンしたりはあったんですけど、ゆるい感じだったので、なんかちょっと遅めのお昼を食べたらですね、夜ご飯の時間にあんまりお腹が空かなくて、寝てばっかやったんで、そうそうそう、そしてなんかみたいな中途半端な時間になってしまって、でもお昼を結構 Uber Eats でがっつり食べてしまったから、どうしようかなと思ってたら時間だけが過ぎてしまって夜ご飯と、なんかちっちゃい、夜ご飯とじゃアイスクリームとちっちゃい肉まん食べたのね。そしてそれだけやったから、でもその時は別にそんなにそれでなんか、あ、満たされたって感じやって、あ、あとなんかジャイアントコーンのお菓子食べちゃった。なんかセブンイレに売ってるさ、ジャイアントコーンのお菓子があって、まあおつまみみたいなお菓子じゃないねんけどな、絶対あれはジャイアントコーンがめっちゃ好きなんですよ。わかる？これ。なんかめっちゃ美味しくて、あのカリカリ具合が。で、なんか、ジャイアントコーン食べたいっていう気持ちにすごくなった時があって、でもコンビニ行ったら、普通の味が売ってなくて、なんかピリ辛かけるガーリックみたいなやつしか売ってなくて、あ、もう次の日、撮影はないからいいやと思って食べたら、めちゃくちゃ美味しくて、気づいたら一袋一気に食べてたんやけど、まああれは多分絶対お酒のあてとして食べるんだろうけど、普通に炭酸を食べたけどめっちゃ美味しくて、でも辛いから、ちょっと辛いのが苦手な人にはこれちょっとピリ辛が結構きちゃうかも。味がすごい濃いのでめっちゃ美味しかったんですよね。すごいそれにハマって、昨日それ買っとったやつが家にあったから食べてみたいな感じの、あんまりなんか体に良くない感じの、あ、でも昼間におやつでアサイーボールとお昼ご飯を頼んで、おやつの時間ではなく普通に昼ご飯で食べてしまったっていう、そういう日もあるよね。はい、このルナソルのパウダーしますっていう感じの一日だったので、ねえ、お腹が空いてきました。お昼何食べようかな。朝ごはんは今日は食べてませんってか、最近食べてないね、あんまり。いつもお水を飲んだだけです。なんか心と時間に余裕があるときは朝ごはんという朝ごはんを食べたり、まあ、撮影の現場とかでは食べるんですけど、自分のね普段の日だったらお昼の時間が近かったりするから、本当に飲み物だけとフルーツ食べるぐらいかな。食べてもいい方って感じ。食べてたらちゃんと朝ごはん食べましたっていう感じっていう。はい、眉毛こんな感じでできましたので、このヒンスの眉マスカラをしていきたいと思います。てかさ、コンビニのアイスラテとかをよく飲むんですけど、みんなどこのコンビニのラテが好きですか？私はね、多分ねファミマが一番好きかも。あんまローソン、
あのね、セブイレとファミマが結構会社の近くにあるので、それのどっちかは多いんだけど、ローソンそういえば近くにいないな。みんなはどこ派ですか？しかもさ、このさ言い方もさ、セブンっていうやん、関東の人って。でもうちのね会社はね、結構関西人が多いので、みんなセブン入れって言うけど、セブンって言うよね。いやでも、まあ、味としてはファミマの方が好きかもっていう、ふと思いました。こんな感じかな、眉毛。はい、眉は多分こんな感じで大丈夫です。で、アイシャドウはですね、この、こちらのトム・フォードの、アイカラークオードっていう029っていう新しい色味。じゃーん！新色、ちょっとこれ、外すか。こちら。可愛くない？これ。これをね、ちょっといただいたので使ってみたいと思います。なんか今日ちょっとオレンジっぽい色にしたいから、これぴったりや。この色味をアイホールに塗っていきたいと思います。指で塗ろうかな。めちゃくちゃ可愛いけど、これ発色が良すぎてちょっとぼかします。かわいい、このオレンジ。なんかオレンジと茶色の間って感じ。かわいいな。こんな感じで下にも同じやつを塗ります。でもこれは広げて塗りすぎちゃうとちょっとクマっぽく見えちゃうので、あんまり太くならないように塗るのがおすすめです。明日はね、アイホール、上のアイホールはちょっと全体に塗ります。しっかりめに。濃いね、結構これ。発色がとてもいいです。でも結構ぼかすのを忘れないようにした方がいいかも。はい、結構、まあ、カメラの方がでもしっかり見えるかも。こんな感じで塗れました。で、次はこちらの下の色味をこの目尻の部分とかに塗ってアイシャドウっぽくしてみたいと。アイライナーっぽくしてみたいと思います。すいません、なんか言ってる頭で考えてることと口が違う。まだ起きてないもん。うん、かわいいね。結構発色がいいから、あの赤みが強く見えちゃうので、塗ってはぼかして塗ってはぼかしてみたいな感じで、まあちょっとずつ塗るのがおすすめかな。結構ほんまに一塗りで発色がいいですね、こちら。でこのね、涙袋の部分ちょっとどうしようかなと思ってるんですけれども、このシャネルのこのスカルプティングをこの目頭の部分にちょっとハイライトとして先にちょっとツヤ感を出しておきます。で、涙袋は悩んでる間にマスカラとかしようかな。ビューラーしちゃいます。なんか最近花粉がひどすぎて、多分ね、起きてる間はね、こすらないように頑張って意識してるんですけど、寝てる間とかにこすってて、結構まつげがね、ちょっと最近切れてるので、またちょっと塗っていかなきゃ。で、この間、なんかこう、長さは長いけど、蜜が少ないんですっていう話をしてたら、教えていただいたのがあるので、ちょっと試してみたいと思います。ありがとうございました。キャンメイクの下地をするか悩みますね。どうしようかな。でも今日はちょっと下地なしで、マスカラ塗ります。マスカラはこのこれクリニークのやつを塗ります。今日はねブラックを塗ります。
なんか最近その目の周りが結構皮膚が薄いのに、さらにそういう摩擦とかでダメージを受けてるなんていう感じがするから、目元用のなんかパックあったけどね、まだちょっと全体的にパックをするから目元だけのやつは使ったことなくて、置いてたやつを使ってみたらめちゃくちゃ良くて、なんか目の周りパンダみたいにシートで使うんですけど、すっごい保湿が高い成分が多分入ってて、目周りに特化したお店のというかアイケアが多いところのパックだったのかで、そうなんか他のやつは使ったことあったんですけど、シートだけ使ったことなくて、そう使ってみたらめっちゃ良かった。なんかやっぱね、目元のケアって大事やなと思った。やっぱこの辺とかってやっぱ皮膚が薄いとくすんで見えたりするじゃないですか。だから最近はそのパックを目にして、でその後余ったやつをおでこと口周りにするっていう感じが多いかな。スチーマーがね欲しいんですよ、顔の全体的な。やっぱパナソニックなのかな。結構いろんなヘアメイクさんで見るけど、やっぱパナソニックしか見たことないかも。はい、こんな感じでマスカラできました。アイライナー引いていこう。アイライナーはこの NARS のアイライナーを引いていきます。まつげの際から次まで。最近リキッドのアイライナーはねあんま使わないですね。こんな感じで引けました。でチーク塗ります。チークは最近は前紹介した NARS のクリームチークあるじゃないですか、あのクリームチーク、これの2種類好きなカラーがあるので、それのどっちかか、この RM 系のチーク、これはブラッシュデュオ03エキゾチックっていう色なんですけど、を使うことが多いです。めちゃくちゃ可愛くて、これね、どっち使おうかな、今日でもこのエキゾチック使おうかな。このまずこのオレンジ茶色っぽい方を使います。でも発色がいいので、頬の高いところに、ちょっとねシェーディングを普段使わないので、ちょっと縦ライン意識でシェーディングっぽく塗るのがポイントかな。結構ねボワって濃くついちゃうので、ちょっとずつついてるんかなぐらいで広げていくのがおすすめ。でもこれめちゃくちゃ可愛いですよ。私的個人的にパウダーで久しぶりにこれやみたいな感じで来たっていうか、前は NARS のやつがねすごいお気に入りでずっと全体のやつを使ってたんですけど、なんかそれの後にあんまりチークでこれやなっていうのはなかったんですけど、これやっていうのが来てお気に入りです。こんな感じでこの辺にチークが塗れたら、次こっちの色が薄い方、これハイライトなんですけど、これめっちゃ輝きがすごい可愛くて、この高い部分に仕込みます。これねめっちゃいい、なんか組み合わせ的にめちゃくちゃ最強になるので、一緒に使うのがおすすめかも。なんか混ぜて使ってもいいし、このハイライトだけを上から重ねてもいいし、私が上から重ねてこの継ぎ目、この重なってる部分をぼかすっていう使い方をよくします。で余ったやつはこれポッポッポッって鼻筋にも入れてあげるといい感じに、お顔が立体的に見えます。曇ってるかちょっと分かりづらいかな、けどまあ光に当たったりしたらすごいいい感じになるので、この仕込みをするかしないかは結構重要かなという感じで、まあこのパウダー感で出したんですけど、ツヤ感も欲しいのでシャネルのスカルプティングで、ここのハイライトはねなんか役割があるのでミックスしたりして結構使えます。
こんな感じで。あと涙袋の部分ね、どうしようか悩みますね。悩むけど、ちょっとやっぱこのヒンスのパレットのこの色、これを涙袋に塗りたいと思います。これはね、もう本当に涙袋をね作ってくれる最強なアイテムやと思ってる。これ私パレットやけど、単品というかさ、あるんかな。ほら見て、こっち今作ったというか、こう涙袋に重ねてるんですけど、立体的に見える具合が違いますよね。だからこれでちょっとでも目を大きく見せよう作戦です。こんな感じで、ほぼほぼメイクは完成しましたが、まあ涙袋になったんやけど、まあいいかな、こんな感じでなんか今日は顔のコンディションがあんまり良くありません。いや、このリップでちょっと変わるだろうという感じで塗っていきたいと思います。これ、このゲランのキスキステンダーマット770番を塗ってみたいと思います。これ結構オレンジ系のマットなんですけど、可愛いのよ。ちょっとこれを塗って気分を上げていきます。なんかポンポン塗りから濃くしていきます。オレンジやけど赤みのあるオレンジなので、こうやってね、がっつり塗った結果、可愛い感じの発色、こういう感じでね、ちょっとずつちょっとずつ塗るのがいいかも。これも発色がめちゃくちゃいいので、こんな感じで塗れました。鏡で見るよりカメラで見た方がちょっと赤っぽく発色してるかも。でもネイルが赤なんですけど、それよりはもうちょっとオレンジですよね。で、これでもいいんですけど、ちょっとだけこのヒンスの15番の茶色いものを中央にだけちょっと深みを出しましたっていう感じでいいかな。なんか大丈夫かな。まあ、髪の毛してみようか。髪の毛はまだ何もしていない状態なので、見てわかるかな、こっち側だけがこう外羽になっているんですよね。朝起きたら大概こう、こっちだけ丸みがあって、こっちだけこう、こう、私こう毛の流れがこうなんですよね。つむじがここに2つあって、そのつむじの関係で、つむじがこう、なんていうの、なってくるというか、感じなので、あ、こっちだけ外羽ね、いつも。ので、今日は逆にその外羽を生かしてちょっと外羽にしてみるとか思いつつ、どうしようかな、みたいな感じで悩んでます。はい、ここで。これは、ホリスティックキュアのやつですね。これでいつもまあやってるんですけど、いや、やっぱ、外羽じゃなくって、内巻きにします。内巻きじゃなくて、まあ、ストーンという感じにします。なんかこの長さで、まだ自分で外羽とかにしたことがなくて、ちょっと失敗したら嫌やから、普通にいつも通りにします。もうちょっと長かったらいいかもね。でも撮影で外羽にしてもらったことがあるから全然想像はつくんですけど、自分的にどれぐらいのあのこう羽具合にしたらいいのかっていうのがちょっとまだちょっと定まってないので、こんなにしたいと思います。ちょっと髪の毛も伸びたよね。もうね、短くしてからよりかはちょっと伸びましたけど、もうなんか前ぐらい短くしたぐらいまでちょっと切るか、この辺キープかっていう感じですね。涙袋濃いかな、なんか毛が濃く見える、なんか眉毛がキリッとしてるのかな、なんかまあちょっと指でごまかす。でもまあ今日はこれをした後に、スタイルブックの最終が上がってきましたので、それをチェックするのと、あとは、別のお仕事の衣装探しに行かなきゃいけないのと、まあもろもろ、そうだな、確認事項がいっぱいあることが溜まっているので、それをやる日っていう感じなので、まあまあこれは気分を上げるためにメイクをしているので、まあいっか。それも泣いちゃうか。まあでも、はい、そういう感じです。今日は
もう形になってきましたよ、スタイルブックが。表紙、あの子こう、表紙がね、決まったのよ。で、今表紙で、あの写真自体は多分これでいこうみたいな感じで GO になってて、ただ、その、なんて言うんだろう、その周りの色味っていうのを私今回はベージュ、ピンクベージュというか、ベージュというか、みたいな感じの色にしたくって、それを2種類、の色で悩んでるんですよ。だからそれが仕上がって色香が出てきたら決めようみたいな感じになってるので、まだもうあのこれですみたいな感じでは確定はしてないので、そのカバーの色が決まったら皆さんに公開したいと思いますので、もうしばらくお待ちくださいませ。あとイベントが決定してて、それのあと一歩詳細が出るまで、あのまだ公開できないんですけど、決まっていますので、4月の中頃ら辺をまあ、ちょっと開けていただけると嬉しいです。もうこの動画を出してる頃には公開できてるかもしれないんですけど、ちょっと待っててくださいね。しかもめっちゃいろいろ考えててすごく楽しみなことがあるので、待っててください。ワクワク。そのイベントに来れると、もしかするとほにゃららみたいな感じがあるかもしれませんので、ワクワクですね。はい、私も楽しみですっていう感じで、まあ、スタイルブックの詳細はまたお伝えします。じゃあ髪の毛ちょっとオイル塗ります。これはじゃじゃん、アスレティアのスカルプ&ヘアオイルっていうやつなんですけど、これを塗っていきます。これはすっごいツヤ感だったりとか出してくれるし、結構束感だったりとか、オイル感をちょっと出したいなっていう時は、これを使うかな。あと香り的にも。でもこれは結構しっかり、オイルが目立ってくれるので、なのでまあちょっとずつちょっとずつ使うのがおすすめ。まあ夕方から雨ですからね。雨か降っちゃうのかしら。こんな感じで。髪は短くしたんですけど、毛量は決して少ないタイプではないので、ちょっとボリュームが逆に短くなるとボワッと広がっちゃうので、それを内側は抑えるっていうイメージで、いつもやってます。ちょっと跳ねてるよね。跳ねてるよね、今思ったら。鼻もちょっとか。この内側がちょっと外跳ねっぽくなっちゃってるのか。まあでもそんななんかきっちりって感じでも、まあこういう A 型なんですけど、雑めなあの A 型なので、その辺は大体で、はい、あまり気にしませんっていう感じで、こんな感じかな。なんかでもちょっとハイライトでもうちょっとだけツヤ感出しておこうかなっていう。今日はなんかうまく言葉に表せんけど、多分メイクがうまくいってないんじゃなくて、肌の奥から出る何かがコンディションが悪い気がしますなんですけど、まあ、多分絶対動画を見てくださってる方には何を言うてんのみたいなかあるけど、あるやん、なんか自分の中でさ、なんか今日ちょっとなんか調子悪いみたいな、メイクうまくいってるかなみたいな、心配みたいな、それ。あ、このエトボスのミネラルラディアントスキンバームでツヤ飛ばし作戦で、ちょっと多めにツヤを今日は塗っておきましょう。こんな感じかな。リングつけます。じゃあ見て、これブランイリスなんですけど、展示会でオーダーしてたやつが届きました。これはシルバーマットゴールドみたいな感じで、これかな、別に1連ずつなんですけど、3連で重ねるのがあの今期の推しですっていう風におっしゃってたので、それでお願いしますっていう感じにしました。可愛いんだよこれが、ツーットとも可愛くないですか。なので今日は耳は、ゴールド、ここはシルバー、リングはシルバーとゴールドミックスみたいな感じで、スウェット系なのでアクセサリーをジャラジャラつけて、シルバーとゴールドをミックスしているところが、まあ、コーディネートの全体的なポイントです。はい、ということで準備ができました。こんな感じです。なんか今日はいつにも増してすごく頭の回転が悪くて、何を言ってるかちょっとあんまり覚えてないんですけど、すっごい緩くなってしまいましたが、なんかそういう日もあるよねっていう感じで、一緒に準備していただけると嬉しいです。今日の、まあ、メイクのポイントとしては、スウェット
こんな感じでカジュアルなスウェットを着てたので、ちょっとアクセはジャラジャラシルバーとゴールドをミックスしてつけたのと、あとこの辺の口元が主役になるように、なんかこの辺が広みがないとちょっとカジュアルなコーディネートだとちょっとくすんでしまうかなと思ったので、パキッと明るく赤み系を塗って、ここで女性らしさを残してるのと、あと今ネイルが赤なのでちょっとリンクさせているようなところがポイントですかね。この初めて使ってみたアイシャドウの色味もめちゃくちゃ発色が良くて可愛かったので、まあ、ちょっとずつちょっとずつ使う感じがいいかなと思います。でなんかちょっと自分的に肌のコンディションが 100% という感じじゃなくて、すごく乾燥気味だったので、今日はハイライトをいっぱい使ってそれを飛ばしてごまかしたという感じですかね。髪はいつも通りですっていう感じの、今日はメイクとコーディネートのポイントになっています。なんかやっぱりね、いろいろとメイクをするのが楽しくて、今最近はいろいろ日々ちょっとずつどこかを変えてメイク研究中っていう感じなので、またそういう風に自分の中でまとまったらなんとかメイクみたいな感じで紹介したいと思います。はい、じゃあ今日も皆さん一日頑張りましょうということで、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。